個別にセキュリティ保護されたネットワークでは、ファイルや写真、音楽だけでなく、プリンターやインターネット接続も共有できます。1台を複数のユーザーで共有。 Windows XP ではこれまで以上に複数ユーザーで1台のコンピューターを共有することが簡単になりました。ユーザーはパスワード保護されたアカウントを個別の設定ファイルとして作成できます。1台で複数のアカウントを同時に使用でき、切り替えは早くて簡単です。作業中に別のユーザーが電子メールを確認する場合、そのユーザーは自分のアカウントに切り替えるだけで確認ができます。プログラムを終了したりログオフする必要はありません。他のユーザーからは作業中のファイルを見ることはできません。同様に作業中のユーザーのアカウントに戻ると別のユーザーのファイルを見ることはできません。画面は切り替える直前の状態に戻ります。パワフルで実用的なネットワーク。自宅やオフィスに複数のコンピューターがありますか？ネットワークで接続すればシステム上のコンピューターをさらに有効活用できます。共同作業でレポートやスプレッドシートが作れるだけではありません。ネットワーク接続されていれば空き容量を気にせず使用できます。写真や音楽など大きなサイズのファイルを共有コンピューターで一元管理し、複数ユーザーが同時に利用できます。マルチプレイヤーのゲームを複数のコンピューターのユーザーで新しい共通のレベルを設定して楽しむこともできます。ハードウェアを共有することで経費節約にもなります。ネットワーク環境ではプリンタ、スキャナ、ファックス、インターネット接続を共有できます。同じ電話回線やサービスで複数のコンピューターから同時にネットサーフィンを楽しむことができます。ウィザードを活用しよう。操作がわからなくても大丈夫です。ウィザードを使えばステップバイステップで家庭やスモールビジネスのネットワーク設定方法がわかります。接続するコンピューターについての質問にいくつか答えるだけで、その後の設定はウィザードがすべて行います。ネットワーク接続の設定が完了して稼働し始めれば、ジョブ、変更の記録、調整が自動的に行われます。このためいつでも最新の設定で最適なパフォーマンスが得られます。データの保護。どのような障害が起こってもネットワークが稼働し続けられるように、 Windows XP ではパワフルな新機能を用意しています。高度なソフトウェア保護機能でオペレーティングシステムが保護されます。またウイルスからの防護壁となるファイアウォールを構築して、外部のハッカーからネットワークを保護し、ウイルスの拡散を防ぎます。